春のランニング月間ということで第1回のランニングを今からしようと思います。まあなんか前もねちょっとランニングして、暖かい時期にランニング始めてちょっと癖づけようと、そして健康体になろうと、ちょっと今年は健康が一個のテーマですから、ちょっと今から走ってこようと思います。走る前と走った後で動画撮ろうかな。なので次は走り終わった後ですね。頑張ろう。はあ、走ってきたけどきついな。大した走ってないですよ多分。なんかでも走り出してしばらくしてもうちょっとわき割れたくなってきて、で思ったほかね走れないです。なんでこうアドバイスいただいた通りちょっとしんどくなった歩いて、しんどくなった歩いてみたいな、そう繰り返してたんですけどもね。でだんだんこうやっぱ心臓がこう痛くなってきてみたいな、で次足痛くなってきてみたいな、しんどいな。思ったより体力が衰えてますね。体がこんな、俺なんか変な変質者とかに追いかけられたら逃げ切れねえわきっと。やばいなこの身体の調子じゃと思いました。あと思ったけど、さっき走る前と走った後に撮るって言ったけど、もうカット入れるのめんどくさいんで走った後だけ撮ることにしますわ今後。ランニング日記これで明日多分地獄の筋肉痛が襲ってくることでしょうけど、まあ頑張ろう。2日に1回くらいね走ろうかなというふうに思いました。頑張ろう。